ヒーローズインタビューチャンネル。スタート、はい、はい、ではヒーローズインタビューチャンネル、まだ映ってない、映ってないですよ、本当だ、はい、ヒーローズインタビューチャンネル、今日は関正也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ではですね、今日も皆さんの気づきと学び、救いになる情報をお届けしている経営コンサルタントの荒川大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、成功者をお呼びしてゲストにお呼びして、はい、ヒーローズインタビューをさせていただきます。はい、他では、はい、絶対に聞けない成功の秘訣を聞き出していこうと思います。はい、ちなみにこちらのスタジオがですね、こちらトレールフレッシュを使っていまして、空気の循環をしております。あとこちら不織布マスクで感染予防をしておりますので、はい、ご安心ください。はい、ではでは秋葉美希さん、はい、自己紹介の方簡単にお願いします。はい、ヒーローズインタビューのアシスタントをさせていただいております秋葉美希です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではですね、今日はクラブハウスと同時配信になっていますので、はい、7個同時配信やりましょうか。じゃあはい、7個やりましょう、はい、7個同時配信しています。はい、YouTube、Facebook、 はい、はい、YouTube、Facebook、Twitter のライブでは、荒川大地さんの方で配信しております。はい、そしてインスタライブの方で秋葉美希の方で、動画を直しております。はい、今4つです。4つ。あと3つ。クラブハウス。クラブハウス。はい、あと現地に来て参加できます。おお。あと FM ですね、88.8MHz で浅草のローカルで聞くことができます。はい。近くの方はチャンネル合わせてみてください。はい、今何個ですか？6個です。6個。1個とんない。あと1個？なんだ？なんだ？ツイッター、ツイッターライブ、ツイッターライブ。言ったかな？はい。言ったかな？Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、クラブハウス、現地。こちらのツイッターじゃないですか？FM7 個。鳥越アズーリのツイッターの動画ですね。はい。はい。ではよろしく。あとインターネットラジオでも聞けるんですか？あ、そうですね。見るインターネットラジオですね。今日私のツイッターの方から見れますので、はい、ぜひとも見ていただきたいなと思います。では関正也さんですね。簡単に僕から自己タコ紹介ですね、させていただきます。はい、お願いします。関さんとはですね、クラブハウスで再会なんですけども、僕は10年ぶりの再会ということで、ほぼ10年お久しぶりですってクラブハウスで話しかけて、覚えてるよって、いやいやいや覚えてないんじゃないのと思って、今日また聞いたら覚えてたよって、で、会った場所まで覚えてたっていう、会った場所まで、それはちゃんと覚えてますよ。びっくりですよね。でも10年前よりもお若くなっていて、この10年間で関さんに何があったのでしょうか、その辺もお伺いしていきたいですね。そうですね。で、関さんは金融のエキスパートということで、アメリカで金融を学ばれて、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活躍されていたということですね。今はもうドクターマネーという肩書きで、はい、やられていて、金融庁の方の評価実績ナンバーワンマーケッターということで、いや、それは中小企業、中小企業庁だ、中小企業庁の実績ナンバーワン、評価実績ナンバーワンマーケッターということなので、いや、ものすごい方にいらっしゃっていただいて、今日はですね、子ども食堂の話をちょっとね聞いていきたいと思います。そうですね、最後ちょっとそちらにも触れつつ、はい、関さんがどんな生い立ちだったとか、はい、どんなことを今までしてきたかなんてのも伺えたらいいですよね。はい、はい、では補足のちょっとドキッとしていいですか？はい、今生い立ちまでって言われたからちょっとドキッとしちゃった。はい、では自己紹介の簡単に補足をお願いできますか？はい、ね、はい、大した補足はないですが、若い頃に酒飲んだくれてる、その酒飲み仲間がすごく日本を動かしてた人たちだったっていうので、こんな人間が出来上がりました。すいません。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、クラブハウスの方は、クラニューというね、今日クラブハウスニュースということで、クラニューというクラブを使ってやっています。はい、今日のタイトルは、今日本で貧しくて食べられない子どもが増えているということで、わずかな支援でも一緒に子ども食堂を作りませんかというところで、今、活動中の関さんにお話を伺っていこうと思います。大変興味深いですね。はい、実に私もこの話を聞いた時にはですね、なんかやんなきゃいけないなと思ってたんですが、ただただ支援しているだけでは、それはちょっと違うかなと、ちょっと違うと、言われまして、はい、でもそこに行くまでの生い立ちをじゃあ最初にお伺いしてもいいんじゃないですか？そこに行くまでなら言えます。はい、まずご出身はどちらですか？僕は
これが恥ずかしながら、実はですね、400年以上前に東京に来た、宮大工の末裔ではあるんですが、はいはいはい、ちょっとうちの袋がですね、出先で産気づきまして、はい、2週間だけ神奈川県民という、神奈川県 の, その僕の生まれた病院の住所が僕の戸籍にはついてます。そうなんですか。それ以来、まあ、すぐに東京の、住所に戻したんですが、うちの中で初めて神奈川県民が出たという。じゃあご出身は神奈川県。出身は生まれだけ、生まれだけ、出生地だけが出生地だけが神奈川です。じゃあ育ちは東京、ずっと東京です。だから僕はもう神奈川の記憶は全くありません。なるほど。で、東京でどんなお子さんだったんですか。うん、多分帰還校です。帰還校。あららら、ら、はい、ちょっとね、うん、大人に何か言われても、うんうん、素直にはいはいと聞かない子供でしたね。それ自覚がもうあるんですか。もちろんあります、あります。もう簡単にはうなずかないと納得いくまではっていう。そうですね。なんかスポーツとかやってたんですか。スポーツはなぜか卓球を長くやりました。なぜか。なぜか。なぜか。当時は卓球は暗いやつがやるスポーツっていうイメージがあったんですよ。そうですね。はい。だけど僕がね、出身の、はい、まあ出身といってもそうです。幼少期に、はい、世田谷から町田というところに引っ越したんですね。はいはい。でその町田にはですね、なんと昔中国と国交がない時代に、うんうん、卓球親善団っていうのがですね、うんうん、来てて、卓球外交をやってる、そのね、都市の一つでもあったんですよ。あ、じゃあ割と強い。そうなんですよ。町田はなぜかね、卓球が強い、それから卓球が盛んな地域でもあって、でしかも僕はね、温泉卓球大好きだったから。それ酔っ払ってるやつですか。いやいや、浴衣で観光、浴衣でやる、あ、なるほど。そうそう、観光っていう、まず最初に僕が卓球やったのって温泉地でしたから。温泉宿で卓球やって、これ面白いぞと。10年前のイメージ別人だから。10年前もっと怖くてみんな近寄れないみたいな。なんでですか、そんなことはない。卓球やって割と近寄れない大人になって、うん、大学を出られて就職ですか。就職はね、うん、仮にです。仮に、うん、仮の就職です。仮就職、うん、どういうことですか。仮就職、いや、それまではね、まあブータローしてたんですよ。あらま、自由に、卒業間際、うん、じゃないや、5月だから卒業してたんだ、うんうん、卒業してて国家試験までの間に交通事故に遭っちゃったんです、うんうん、それで国家試験を見送って、はい、来年受けるのめんどくせえなとか思いつつ、何の方法ですか。まあ、ちょっとデンタルの方法、恥ずかしながら。デンタル、なるほど、はい、恥ずかしながら。なるほど。全く書いてないですもんね。全く書かないです。はい。すごいじゃないですか。で、それでちょっとその、うんうん、交通事故で入院して、はいはい、退院してリハビリをしてる最中に、うんうん、網膜剥離に行っちゃったんですよ。はいはい。で、網膜剥離で右目の視野の3分の1以上ちょっと失いまして、うん、何歳の時ですか。24。めちゃくちゃ若い時です。すごいショック。僕だって若い時あったんです。すごいショックですよね。まあ確かに、はい、うん、この辺がだからね、見えないんですよ、僕。右目のこういう角度でね、うんうん、こう視野がないんですかね。それ見たくないわけじゃないんですか。見たくないわけじゃない、はい、だからこれを知ってるやつはね、はい、こう花札とか麻雀とかやってる時にここでね、イカサマスが。じゃあご自身から見て右下あたりがちょっと見づらい。ここの辺が全然見えないですね。なるほど、うん、こういうね、うん、おかしなことがありつつ、うん、みんなからこうからかわれて、うんうんうん、その後どう人生動いていくんですか。いや、ですから、まあその頃に、はい、目じゃないですか、うん、だけど、うん、網膜剥離って、うん、力をうんと入れたり、要するに踏ん張ったりね、うん、あるいは重いものを持ったりとか、うん、あるいは振動ね、うんうんうん、それが加わるともう一回剥がれちゃうから。そうなんです。そうなんですよ。ひっくり腰みたいな。そうそうそう、うんうん、でしかも僕が入院してる最中にね、うんうん、院内感染があって、はいはい、全部こう早くに退院させて、うんうん、目張りをして、消毒してるっていうことで、僕はなんか当初の予定よりね2週間早く退院させられたんですよ。あ、うん、
でその間に自宅でね、うん、お風呂入っちゃダメ、走っちゃダメ、うん、自転車乗っちゃダメ、車も運転しちゃダメ、うん、もうダメダメ尽くし、うん、シャンプーもダメですよ、あシャンプーもちろん、あ入っちゃったら危ないってこと、そうそうそう、うん、でシャンプーダメってどうすんのって聞いたら、ドライシャンプーっていうのがありますみたいな、ドライシャンプー、うん、そうそう、あありましたね、ドライシャンプーってこうね、タオルに染み込ませて頭ガーッと拭くだけで綺麗になるってやつ、うんうん、あったあった、ずいぶん買いましたよ僕もそれ、そうだったんですね、うん、でその時はもう就職してたんですか、いやだから就職もなしですよ、だって無職なのか、有職し、まず職を免許取って初めて、はい、まあインターンとかあるわけじゃない、はいはい、あそっかそっか、うん、それまではね昔は全員無職なんです、うん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 、就職活動にも行けず、そうそうそう、その手前でっていう足踏みになってしまった、うんうん、そうそう、だからもちろん僕はあの退院後も無職です、うん、あらまで、どう人生が変わってくるんですか、ねそこで、うんうん、まあふてくされながらもう まあお医者さんに聞くじゃないですか、うん、お酒は飲んでいいのって聞いたら、うん、お酒はいいって言うから、あじゃあって言うんで、あの学生自分からこうお世話になってたところにクラブに行ったわけですよ、うん、そこはね会員制なんですね、うん、で30歳未満入店禁止っていうふうに言ってるんです、だけど僕はその頃に前に連れてってもらった時にお行儀がいいからと、うん、あ要するにお酒の飲み方にお行儀がいいと、大人との会話もできる、だからあのお前はいつ来てもいいよって金取らないって、うんうん、見せめられてますね、で本当にね30歳までお金払ったことないです、クラブですか、クラブです会員制の、うんうん、で、うん、来たら勝手にロッカーの鍵開けて好きな酒飲んでいい、だから会員制だから皆さんね、うん、ロッカーキー持ってるんですよ、なるほど、で自分が持ってきたお酒をそのロッカーの中にこうやって入れといて、うんうん、あ自分管理なんですね、で来たらそのお酒を出してって言って氷とか水とかソーダを出して、うん、おつまみ何がいい、うんうん、って言って出すっていうそういうクラブだった、でその時まだ働いてない、働いてないですよ、で、うん、でどのあたりがこう就職はじゃあされたんですか、全くしてないです、そうかそうか、でもういきなり起業されたんですか、ね、はい、そこで知り合った人たちに、はい、暇暇してるわけじゃない、はい、毎日いて、なんか無駄酒、そう、ただ酒、無駄酒、そう、ただ酒飲んで、で、うん、そのうちにマスター、いいバーテンダー入ったねって言ったら、いや、バーテンダーじゃない、ただの居候だよ、みたいな、うんうん、なるほど、そう、それで、うん、あのマスター、アルバイト料ぐらい出してやれよっていう声が高まってって、うんうん、大人から、そうそうそう、じゃあ一月10万でいいか、みたいな、うん、でそれがだからそこに入り浸り始めて3ヶ月もねぐらいかな、うんうん、で10万のアルバイトしてましたけど、あらま、うん、割と何だろう、 割がいいというか、当時その良かったんですか、そのいや普通に働いたら二十数万もらえる時代だから、うん、フリーターというか自由な時間があって、うん、そうそうそう、自由な時間があってただだけでいい酒飲んで、うんうん、でしかも日本を動かしているような人たちと、うん、もう普通に話してるわけだ、うん、アメリカで行って学ばれたってその後ですよ、そこで知り合った人から、はい、ちょっとじゃあうちの会社を手伝ってよっていうのがスタートなんですね、でそこの会社の、うんうん、まだあのマックになる前の、はい、違うわ、そうだ、マッキントッシュっていうでかいデスク型の PC、はいはい、1台ね、2台並んでて1台780万当時、めちゃくちゃ高い、そだって机全部がパソコンなの、あへ、でそれもう1台が480万かな、へ、それの一番、うん、高い方のやつを僕がメインで使ってて、うんうん、いろいろね雑誌の編集とか、うんうん、音楽会とか、うん、ポスター作ってたりしたんですよ、チケットとか、うん、そこがね音楽出版の会社だったんです、あなるほど、そこでじゃあちょっとお手伝いをしながら、そう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 、でアメリカに行ったんですか、そのままそのままそこの会社が、はい、社長がね、うん、何を思ったかアメリカ旅行したら、うん、気に入っちゃってそのままね、うん、向こうに住み着いちゃったんですよ、帰ってこないまま社長が、割とクレイジーな社長ですねそうなんですよ、で関さんも一緒に行った、向こうから関君も来ないって言われたんです、うんうんうん、じゃあ行くかって本当に行っちゃったんです、それおいくつだったんですか、それが28かな、何年ぐらい行ったんですか、1年です、
誠に申し訳ないことに結婚してました。むっちゃくちゃ叱られてながら、はい、で、かみさんはその時2回目の大学生で就職したってだったんですよ。2回目の大学生の時にもう1年アメリカに行ってしまったの。いや、あの卒業してからですね。あ、それなかなか連れて行くに行けない感じです、ね。うん、僕は向こうに行くって言って、うん、すごい楽しみに行ったし、しかも向こうではものすごくね、あのいろんな人と知り合って可愛がってもらったんですよ、やっぱり。だからこのままアメリカに住み着きたいなと思ったんだけど、うん、奥さんが会社の夏休みの時に来たわけだ、うん、日本に帰ってくるか離婚するかどっちかなと思ってすごい選択ですよ、はい、泣く泣く帰ってきましたけど。なるほど。それ何の会社だったんですか、アメリカは。アメリカも最初は、うん、お金を稼ぐために観光業から始めたんですよ、うんうんうん、今はその後観光から、派生させながら、うん、日本でやってた音楽出版の会社から、うんうん、今は普通の出版社やってます。でもこうお話伺ってると関さんって結構引きが強いというか、うん、面白い人を集めるというか感覚です。そういうところにね、たまたま行くというか、はい、それ持ってますよね、うん、やっぱなんか関ちゃんって感じだよね。そう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 、なんかちょっと違和感あるね。全然もうみんなから関ちゃん関ちゃんって、ね、関ちゃんって当時は、ね、今が今でもだよ、うん、当時から当時から関ちゃん。そう、どのタイミングで金融の業界に入られたんですか。アメリカ行ってからですね。あ、その1年の間にってことですか、はい、へー。アメリカに行って、うんうん、まあ起業してるわけですよ。でも完全なちゃんとした会社じゃないので、うんうん、企業の体を整えるためにやっぱり勉強するじゃないですか、うん、こっちで、うん、その中でまず観光業ということなので、うん、まずリムジン買ったわけですね、ストレッチを、はいはいはい、それから普通のセダンも買ったし、うん、でそれに対して今度保険が必要になると、うんうんうん、で保険の紹介してもらってた人に出会ったのがきっかけで僕がちょっと人生変わったっていうことですね。結構人、キーワード人ですね。人です。なんとね、そのね、リムジン会社の社長から紹介していただいた、はい、保険をやってくれるファイナンシャルプランナーと、はい、あとリスクマネージャーやってた、うん、この人がなんと25歳の女性で UCLA の大学生だったんですよ、現役の、うんうん、アメリカってアルバイトしてから大学に行って自分の学費稼ぎながら大学卒業するってごくごく普通なんですよ、うん、でむっちゃくちゃ大事にされてる人がなんとまだね、うんうんうん、こう歯の矯正をやってる大学生なんですよ、女性、うんうん、アメリカっていうのはこんなに大事にされるんだと、うん、リスクマネージャーとか、うん、ファイナンシャルプランナー、うん、じゃあちょっとこれは研究しなきゃいけないかなと思って、うん、まあ朝はアメリカの英語なんで、うん、ちょっと私も行った時にね聞き取れないんですよ、カリフォルニアの英語って、うんうん、なので、うん、ドジャースタジアムのすぐ横にあったエヴァンス英語学院っていう国立の英語学校に行って、うんうん、要するに聞く方を一生懸命こうね、うん、慣れて、うん、で夜はハリウッドビジネススクールっていうところでリスクマネジメントだとか金融だとかを習って、うんうん、そこから金融に入っていた。そうなんです。保険ですよね、まずは保険から、うん、だって日本に帰ってきて当時ファイナンシャルプランナーっていうような金融アドバイザーっていう仕事がなかったんですよ、うん、確かに今結構聞きますよね、はい、ファイナンシャルプランナー。でもその当時は全然ない。そうだったんです、ね、これ日本に帰ったら何かなって思いながら、うん、そう、アメリカに行ってる間にもう順調だったんです、はい、それとも結構アメリカはすげえ順調でしたね。へえ。周りの人にやっぱりすごく助けられて、うん、恵まれてますね、うん、人に。日本でのこうなんか大きい失敗談とかって、うん、やっぱりたくさんありそう。たくさん成功もあるし失敗もありそう。私ないと思いました。逆になんかこう人に恵まれてこうずっと来たからこう、うん、いやまず一番の失敗がその交通事故じゃないですか、うん、あ、そっかそっか、はい、そうですよね。国家試験逃しちゃったっていう、うんうんうん、でもなんかそのピンチすらすごい、うん、ピンチをチャンスに変えるっていう、チャンスに変える力が、うん、でもその間ふてくされて酒に浸ってましたからね。しかも自分で酒飲むとか、うん、お金かかるじゃないですか、うん、ただで酒飲む方法を見つけるというね、すごいですね、奇跡ですよ。
しかも高級クラブで人、やっぱ人ですね、関ちゃんの場合すごいキーワードが人になるなっていう、 そう、その間にそこのクラブで知り合った人たちがすごくて、うんうんうん、そこのクラブに行ってる時に、うん、例えばですね、ワインの、何深夜さん、田崎深夜さん、田崎深夜さん、はい、入ってきてるんですよ。ソムリエコンテスト、コンクール、フランスだからセミリー、うんうん、あのグランプリ取りましたって、みんなそこにいる人たちが、おお、すげえじゃん、パチ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 で、どんなことやんのとか言ったら、こんなことやります、こんなことやりますっていう中に、聞き酒もやるのって聞いたら、やります、どれぐらい正解したのって言ったら 50% ですってこう胸張ってるんですよ。そしたらね、そこにいる人たちがみんな、なんだって、日本の、日本酒の利き酒って 100% 正解するのって結構いるんですよ。利き酒って当てるってこと？そうです。飲んで、これはどこの酒でどんなっていうの。ところが 50% っていうから、なんだって言うんですよ。それあれなんですか、ワインが例えば銘柄じゃなくて畑を当てればいいとか、そういうレベルでもなく、はい、一応ね、こういうワインを飲ませて出しますっていうのがあって、それの正解率なんですよ。もう人脈がね、やっぱりちょっと他の方と違うなと思うんですけど、その時にね、でもね、なんだって言った人がね、サントリーの社長がいたんですよ。笑っちゃうでしょ。すごい、ソムリエコンテストにコンクールお前行ってこいって言って追い出した人たちがそこにいたわけですよ。だから挨拶に来たの。いや、そんな関ちゃんがあれじゃないですか、最近クラウドファンディングをやられてるということで、いい振りですね。まさかどういう風にね、タイトルはまずタイトルはですね、はい、子供たちの未来のために教育をしたかったんですよ、僕は。クラブハウスの皆さん、私のツイッターに行っていただくと画像で見れますので見ていただけると思うんですけども、はい、そうなんです。まさにね、子供の未来を作りたかったんです、タイトルが変わった、はい、子供の未来を作る毎日開催の寺子屋食堂開設の準備金を集めたい、はいはい、要するに日本って、はい、教育を壊されてるわけですよ、 GHQ に、うん、第二次大戦後、うんうん、それで日本人が個人主義になってね、うん、周りの人たちとか社会と協力して何かを成し遂げるっていうのはなくなったわけですよ、うん、ついに、うんうん、なぜなら GHQ が、日本がすぐにまた再生してアメリカにね、戦争を売らないように、うん、それで日本憲法を作らせたり、うんうん、あと日本憲法2週間でパンと全部作って発布されてんですよ、あれ。もう完全に渡されてますよね。ええ、それをね、未だに会見してないっていうね、うんうん、おかしなことがあって、まあ、これはちょっと余談ですが、うん、後から話したいんですけど。いつから始めたんですか？これ6月1日からスタートしてます。このスタートっていうのはクラウドファンディングというところでお金を集めてるっていうことですね。そういうことです。はい、でこれがレディー4っていうサイトだと。はい、でそのページを見るには関正也さんのプロフィールに押していただいて、ツイッターの方に行っていただくとリンク見ることができますので、そちらをご覧ください。はい、でこれは、はい、子供食堂っていうものを作ると。そうです。でこれなんかきっかけとか、なんか思いとかってあったんですか、始まる、このスタートする時きっかけはですね、僕が、はい、セミナーやるごとに募金箱を置いて、はい、集まった金額に、うんうん、こう丸い金額になるようにポケットから足した金額を、うんうん、お金を、うんうん、児童養護施設に届けてたんです、はいはい、セミナーやるごとに。なんでいい人なんですか、竹さん。いや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 、多分ね、悪いことした食材なんですよ。いやいやいや、っていうと今時ね、多分何人かね、うなずいてんですよ。そ、まあそれで、うん、信じつつ、うん、はい、3月の11日が、はい、今年ちょうど311満10年だったんです、うん、で満10年だから、さすがに大震災の被災地の子供、うんうん、児童養護施設に届けようと思って、うん、気仙沼に持ってったんですよ。はいはいはい、すごい実行力ですね。いやだってね、もう慈善団体とかに寄付すると、うん、全部満額使われないっていうのを知ってたから、ね、これはね、直接届けに行かなきゃいけないっていうのがいつも思ってて、はい、だから最初から、うん、児童養護施設、東京にある児童養護施設、それから神奈川、埼玉みたいに全部こう近いところから攻めていってたんですよ、うん、なるほど。で満10年だから東北に持ってこうって、うん、持ってたんです、うんうん、はい。でそこで話をしてて、やっぱりね、
自分でやんなきゃダメだなっていうのは考えてたんです、ずっと、うんうんうん、そのお金を寄付するだけではだけじゃなくて、もっとね、実際に動きたいと、もっと知ってほしいなと思って、うんうんうん、だってそれも僕クラブハウスを始めて、はい、ちょうど満10年だからっていうんで、自分で自分のね募金箱に貯金してたんですよ、毎日募金が。で、1日1000円募金してたの。言ってましたね、クラブハウス。そう。で、まあ1ヶ月なんで、はい、1ヶ月弱なんですけど、まあ、切りよく3万円持ってこうと思ったら、うん、聞いてる人たちが、私のも持ってって、私のも持ってってって言ってね、4万円集まっちゃった、うん、で、僕が3万じゃん。はい、かっこ悪いでしょ。これをね、じゃあ1日2000円してたことにしてって言って、ピンピンピンって6万円にして10万円取る。うんうん、で、子ども食堂が始まる、なんかやろうと思ったきっかけっていうのもあったんですか？はい。それを届けた後に帰ってきて、うんうん、大島圭介さんという、はい、居酒屋てっぺんの、創始者であり、うん、まあ、トップですね、うんうん。彼と久々に会ったんですよ、クラブハウスの中で。はい、そしたら、今年中に日本に子ども食堂1000軒作るって、ね、うんうん、宣言してた。1000軒作る。おお、すげえなーって、うんうん、でうち500軒は目処がついた、うんうん、それはね、居酒屋のチェーン仲間に声かけたら、うんうん、みんなね、やるやるっつって500軒の目処ついたって感じ、うんうん、そもそも子ども食堂って何っていう方も多分いらっしゃると思うので、はい、子ども食堂って何ですか？あ、ちなみに子ども食堂っていう言葉を知ったのも大島圭介さんがきっかけなんですが、はい、実はですね、うん、日本は、リーマンショック以降、うんうん、貧富の差が激しくなってまして、はい、今両極なんですね、うん、持てるものか持たざるものか、うん、これがすごく開いて、ちょっと前の一億総中流時代が懐かしいみたいな、うん、中で貧富の方の貧の方、うん、で、日本の子供7人に1人ぐらいは、うん、本当に今食にも困るような貧困児童が増えてると、うん、これはあのいろんな番組の特集とかで私も知ってたんです、まあね、そう、給食が、はい、給食だけを楽しみにっていうお子さんがいらっしゃるんですか？あの1日1食しか食べられない子供が結構いると、うん、で、その1食が学校給食だったんですよ、うん、で、その学校給食がコロナで学校がなくなって、うん、餓死した子がいたじゃないですか、ニュースで見たんですよ、はい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 、これなんとかしなきゃいけないんじゃないのと思ってたら、うんうん、その大島圭介さんの子ども食堂を作る、うんうん、で、子ども食堂って何って聞いたんですよ、はいはい、そしたらいろいろ教えてくれて、うん、このビデオを見ろみたいな、うん、大島圭介さんからメッセージが来て、うん、ああ、じゃあ僕もこれやろうと思って、うん、僕もやろうっつって手を挙げたんですよ、うんうん、で、どうせやるなら、うん、毎日開催しようと思ったんですよ、うん、子ども食堂って基本的には毎日やってないってお伺いしたんですけど、そうなんです、いや、僕は、うん、本当は毎日やってるもんだと思ってたんですよ、うんうん、それで地元の町田子ども食堂って調べたら、うんうん、ヒットしたのが10件あったんですね、うんうん、お、結構あるなと思って全部見てったら、うんうん、2件はもうすでにほとんど開催されてない、うん、名前だけ不定期って書いてあって、うん、で、残りの1件が月2回、うんうんうん、月2回第1第3金曜日、結構厳しいですね。厳しいでしょ。で、残りの7箇所が月1回、うん、月1回、はい、それ開催、毎日開催されない理由っていうのは、それ寄付で賄われてるからってことなんですか？そういうことです、うん、なるほど。寄付と、それからそれを開催している人たちの労働力のボランティア提供、うんうん、なるほど、うんうん、だとしたら、これ毎日開催するんだったら、ちゃんと普通の食堂をやればいいんじゃないのと思ったわけです。うんうんうん、で、普通の食堂で上がった営業利益を使って、そう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 、子供にご飯を出してあげるっていう子供食堂を作られようとしてる。そうですそうです。なるほど。そうすると毎日開催ができると。できる。で、しかも、ボランティアだと続かないんですよ。なぜか日本人ってボランティアっていうと、無償っていうイメージがあるんですよ。あります。だけど、うん、欧米なんかだと給付型ボランティアは当たり前なんです。へー、そうですよね。日本はなんかこう、ちょっと自分を犠牲にしてみたいなところがちょっと、なんで美学がそんなところにあるんだって、うん、
なのであの手伝ってくれるスタッフたちにも、はい、ちゃんとに東京都の最低時給分以上の給料を出せるようにしようと思った時に、うん、事業化を思い立ったんですね。なるほど。でクラウドファンディングって知らない人のためにもちょっと教えてほしいんですけど、なんか3つの形があるって聞いたんですけど、はい、どんなのがあるんですか？まず一つは新製品や新サービスを開発するための、はい、資金を、応援してもらって、うんうん、でその見返りとしてその新製品、新商品、新サービスを提供する、はい、購入型ですね、はい、これが、うん、それからですね、うん、もう一つが完全な支援型、はい、はい、支援型、はい、はい、あの人に応援したい、ただただ、うんうん、もう本当にあのチャリンチャリンってあのよく年末にある、うん、お賽銭お賽あの何鍋、軍隊鍋じゃなくてなんだっけ、ぎあのーうん、よく新宿にあるね、何鍋って言ったかな、まあそういう、はい、とにかくお金だけポン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 集めるやつですよ、うんうん、っていうのもある。炊き出しあれね、ぎ、なんつうんだっけ、何鍋って言うんですか、忘れました。お金だけ出すってことですね。そうそうそう、返礼品は返礼なしなしですね、うん、で一番の購入型の方は開発したものが手に入ると。はい、で3つ目が何ですか、応援型、はい、うん、なんだっけ、あと応援する、はい、応援全くの見返りなし、それから、うん、もう一つは支援は見返りが、だから、うん、ね、その人が作った CD とか、うん、なんかそういうグッズもらえるとか、はい、あるいはそれじゃなければ、うん、ボランティアの人、今回僕のやつはそういう支援型っていうんで、うん、支援型、はい、見返りはほとんどなし、うんうん、その代わり使うのは子供たちの食事に使う、うんうん、だけどね、たくさん支援してくれた人には、うんうん、あのよく食堂なんかであるグッズあるでしょ、はいはい、オリジナルグッズ、そう、スタッフがみんな同じ T シャツ着てるとか、うんうん、冬だったらちょっとジャンパー着てるとか、うん、そういうのをね、あのプレゼントしようかなと思ってます、うんうん、どうせ作るんだから、うん、でも今日本で食べられない子供がいるっていうことすらおそらく僕も知らなかったので、うん、僕もね知らなかったんですよ、うん、割と日本って裕福なイメージがあるじゃないですか、やっぱりそういう貧富の差というか、はい、品の部分で困ってる方はいらっしゃると。そうなんです、ね、これもね、うん、知ったのがあれは何のテレビだっけかな、多分ねフジテレビの日曜夜じゃない、昼3時の、うん、あれね、ザ・ノンフィクション、ザ・ノンフィクション、はい、だと思った、あれで見たんだと思います、うん、今一人で回のってきて、あ、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。はい、ちょっとミュートにしますね。今聞いて、ちょっと聞いといてください。の FM の生放送が終わった後に質問しますんで。はい、後ほど。後ほど、はい、すいません。はい、お話ししてください。で、今回は、はい、クラウドファンディングということで、この子ども食堂を作るのにわずかな支援ができると。はい、要するに知ってほしいっていうのが大事だったんです。なるほど。なので、はい、一口500円から、あ、500円からできるんですね、はい、あのご支援をいただけますので、はいはい、で関さんのプロフィールの写真をタップしていただいて、ツイッターからページに行くことができて、レディフォーというサイトに行くことができるんですね、はい、でそこから支援ができるというところになります。はい、であと21日ということですね、はい、で支援者の方も26人いらっしゃるということで、はい、はい、なかなか苦戦しております、うん、苦戦してる、はい、はい、やっぱりなかなかね、いろんな人にこう知ってもらうっていうのがこうなんですか、難しいというか、うんうん、子ども食堂もそもそも何っていう人も多分多いと思うので。そうなんですよ、子ども食堂という名前がよく分かってなかったんですね、皆さん、うん、浸透してない、うんうん、だから子どもがやってる食堂かみたいな、うん、よくあの、まあそれもそう、はい、火星科の子どもたち、あの高校の火星科があるじゃないですか、はい、でそういう人たちが、うん、あのそう、うん、レストランをやってるっていうのは結構全国にあるんですよ、なんか、なるほど、そのイメージだと思うんですよ、はい、なるほど、ではなくて、ではなくて、もう完全なシェルターと考えてください、はい、で僕はその子ども食堂をやってる裏側で勉強部屋も作るんで、うん、なるほど、はい、結構もう計画はもう計画はできてます、うん、で、あの設計図もできてるんですが、大工さんがなかなか来てくれないんですよ。なるほど。大工さん今むっちゃくちゃ忙しいんですって。このコロナでどうせ閉めてる間に改築するっていうんで。ああ、なるほど。ね、そうなんです。はい、なんかうまく。しかもね、
輸入材が来なくなっちゃって、はいはい、建築資材が3割ぐらいは軽く上がってるって言ってた。国内産はやっぱりちょっと、ね、なるほどっていう厳しいことが続く。なんかうまくそこはほら関さんの引き寄せでどうにか、うん、まあでも引き寄せでなんとかなると、うん、困ったら自分もちょっと大工ぐらい手伝いぐらいできますから、うん、だって宮大工の末裔ですよ。そうだ、ちっちゃい頃結構大工仕事ねやるんだから。そう、結構 DIY もいけちゃう。でもそうですよ、あ、じゃあもうなんと僕小学校3年生からまかり間違って高3までボイスカウトやっちゃったんですから、うん、ボイスカウト日本一の資格取ってるんですから。あ、なんかだからもうね、そうですね、その資格もだからね、ノコギリとか金槌とか、うん、火を起こしたりとかすげえ得意なんですよ、うん、まあお手伝いはいけるということで、はいはいはい、ではクラブハウスの方、はい、この後ちょっと動画の録画が、ね、少し残りますけども、それでもいいよという方はですね、声出していただきたいと思うんですけども、何か質問とか、子ども食堂ってこういうふうにやったらいいんじゃないかっていう、なんかシェアとかっていただけたらいいかなと思うんですけど、玲子さんは何かお話が、はい、今ちょうど、うん、あ、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、子ども食堂のボランティアとかをしている、はい、います。おお、素晴らしい。ナイス。はい、子ども食堂のお食事の面で、お米炊いたりカレー提供したりっていうので、はい、参加してるんですけども、うん、タイトルに見て来させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。すごい素晴らしい、素晴らしい活動っていうか、これから立ち上げるということで、うん、素晴らしいなと思っているんですけれども、はい、子ども食堂の子どもっていう感じなんですけれども、はい、なんかほとんどの子ども食堂は子どもの子にどもがひらがなだったり、うん、全てがひらがな表記だったりするんですね、うん、でその子ども食堂の子どもっていう表記を漢字にしてしまうと、うん、ちょっとやっぱり温度差を感じてしまう。なるほど、なるほど、なるほど。参加者、私の息子4歳で、うん、コロナ前は結構その自由に参加できてたんですね、うんうん、でも今、うん、やはりコロナということで、スタッフの数をね、感染予防の観点からスタッフの人数を減らしたりとかしていて、対象が全ての子どもとかではなくて、片親家庭とか、貧困家庭とか、まあ、区役所から受給されてる、そういう生活保護もらってる家庭とかしか、なんかやっぱり、参加できる人数が結構制限されてるところが周りでもちょっと増えてきて、今なんかそのどういう子どもでも参加できますよっていう気軽な会ではなくて、もう本当にこの日本で貧しくて食べられない子どもたちっていうのがその対象にはなってきてるんですけれども、なるほどなるほど、支援したい方々って成功者の方々とか、うん、まあ、そういう困った方を助けたいっていう方々すごい多いと思うんですね、うんうん、でもその実際運営に関わってる方とか、うん、利用してる方で、うんうん、実際に貧困な方とそのすごいこの漢字で子供って書かれることによってすごい溝があったり、うんうん、なるほど、今回子供って最初ひらがなだったんですけど、実数がちょっと入らなくて、はい、入らなかったんです、はい、それもありましてですね、ちょっと気がつかなかった。僕はずっと子どものどもはひらがなんですよ、うん、子だけ漢字で、これ意識的にやっぱり使ってたんです僕も、うん、なるほど、うん、はい、でちょっとなんかその実際利用してる側とのなんか溝というか、うんうんうん、がちょっと感じられる表記だなっていうのがちょっと私 の、 個人的な意見、うんなので、うん、なんか、その辺でもちょっと共有できたっていうことで、うん、はい、ありがとうございます。はい、でもされてることとか活動はすごい素晴らしいと思うので、ぜひ困ってる皆さん助けていただけると助かります。ちなみに、りえこさんのところは全部ボランティアですか？はい、私はボランティアなんですけど、その主催してる団体の方がいらっしゃってて、はい、はい、私お手伝いしてるだけだって、私が運営してるっていうわけではないんですけども、うん、はい、いや、ですからボランティア、うん、無償ボランティアってことですよね。まあ、その区で、はい、そういう、子供、区ですね、区の中にその個人民間の団体がいて、うん、はい、
助成金とか受けてると思います。完全ボランティアというよりかは、あのいろんな、なるほど、いやいや、あのまあそういうところはある程度助成金出てるところもあるんですけど、理恵子さんは完全に無償のボランティアですよね。あ、私はボラ、はい、無償です。はい、ですよね。そうそうそう、はいはい、ちなみにどんなことされてるんですか。あ、私は、はい、あのそのご飯を炊いたり、中側の、あの、なんか配布するときにお手伝い、うん、仕分けとかのお手伝いですかね。はい、はい、それがですね、結構やっぱりね、いろんなところの、ボランティアさん聞いてると、さすがに無償でやってるとね、うん、あの続かなくなってくんだよねっていう声を聞くんですよ。うん、なので僕は有償ボランティアを考えるために事業化して、うんうんうん、でその収益に税金かけないでっていう、そういう団体、一般社団法人を作ったんですよ。素晴らしい。はい、だからこのスキームができたら、もう全国の人をやりたいっていうところにそのままお渡ししようと思ってるんですね。うんうんうん、でなおかつ自治体からの支援もらったっていいわけなんです。なんせ、そうだと思います、うん、なんせ収益型なんです、ね、うんうんうん、なるほどなるほど、っていうのを、ね、考えてるんですね。リエコさんは何区でやってらっしゃるんですか。あの東京の葛飾区なんですけども、はいはい、以前港区にいまして、はい、港区でもあのお寺で増上寺とかでですね、あの、はい、お寺をお借りして行動をお借りしてされてる団体のところには関わって、東京タワーの真下のところですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。あの最初はもう自分はあのそこまでなんていうんですかね、うんうん、あの元々は地域のコミュニティを、うんうん、つながりを持ちたいっていうので、そういう制限がないところに子どもが行ってたんですね、うんうんうん、だけどこのコロナ禍でいろんな状況が厳しくなって、うんうん、あの参加できる条件とかも厳しくなってってるんですよね。うん、そうですよね、人数だけでもね、制限されますもんね。そうですね、人数とか、まあその、うん、やはりその本当に困ってる方から、うんうん、あのもっと支援するっていう形になってると思うんですけど、うん、その子ども食堂によっては本来はその地域のおじいちゃんおばあちゃんとか子どもとか、うんうん、あのコミュニティがやはりその核家族になっていて、孤食をなくそうっていうか、はいはい、あのか形で始めてらっしゃる子ども食堂もあるんですよね。孤食っていうのは孤独の子、一人で食べるってことですか。そうです、はい、そうです、あ、なるほど、はい、多いんですよね。だからその共働きで、うんね、お母さんお父さんがちょっとやっぱり外に出てて、うんうん、あの一人ご飯はあるんだけれども一人でご飯食べてる子とかもやっぱりいるので、うんうん、まあ、そういう人たち、こういう人たちのためにもあげてらっしゃる子ども食堂もあるので、うん、だから子ども食堂が貧困の子どものためだけにあるものではないっていうのも、ちょっとなんかそういう誤解がちょっと広がってるところもあると思うんですよね。うん、そうそうそう、なので僕はただ単に子ども食堂っていうのは表向きに言ってるだけであって、うんうん、単にあの、はい、コミュニティのスペースをね、提供しようと思ってるんですよ。うんうん、そこで勉強を教えたり、宿題見てあげたり、うんうん、あの人格形成を手伝うみたいなことを考えてます。なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リエコさん、また、はい、クラブハウスで、はい、やると思いますので、ぜひその時、はい、はい、またお話し聞かせてください。お願いします。どうもありがとうございます。はい、ではあと5分ほどで、はい、番組終わりますけれども、他にお話ししていただける方、なんかシェアいただける方とか、ご質問ある方いらっしゃればと思うんですけども、いかがですか。もし、なっていうか。あ、天野ひろゆきです。こんにちは。天野さん、ありがとうございます。おはようございます。いや、もう関ちゃんの活動をちょっと応援していきたいので、はい、ぜひですね、もうなかなか、ただ今、まあ、そのスペースのバーとかこう作られるっていうていたじゃないですか、はい、これは関ちゃんが入るわけじゃなくて、どなたかをこう雇ってやっていただくっていう形ですかね。はい、あの僕も当然ながら時間あるときは全部やり、あの入りますし、うんうん、あとはですよ、ね、関ちゃんコンサルタントさんなのに時間もやられるのすごいですね。いやだけどもそれね、確かに僕がずっと毎日っていうわけじゃない、できないでしょうから、うんうん、その代わりあの入ってくださる方々には最低限の給料を出せるようにって考えてるんですよ。うん、給料をもらいながらやれた方がね、やっぱりいいかなと思うので、その仕組みをぜひいずれ、はい、まあ、日本に広げていってください。はい、ありがとうございます。はい、日本にこの有償ボランティアっていうのをもっと浸透させたいと思ってます。
ね、素晴らしいですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにユートボランティアって最近ちょっとずつ出始めてますよね。ちょっとずつです。やっぱり、うん、あの無償でっていうのは美徳ですけど、うん、やっぱり普段の生活であまり芝居の接触が続かなかったり、うん、はい、いう部分で。だってね、ボランティアしてくださる方も時間と交通費使って来てくれるわけですよ、うん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 、そうですね。みんながみんな学生みたいに暇暇してるわけじゃないんですよ、うんうん、やっぱり毎日あの子ども食堂開かれるならやっぱり優勝した方がたくさん人も来られますもんね、うんうんうん。もう一人上がりましたが、はい、聞いてみましょうか、はい、しずこさん、はい、上がれたしずこさん上がれたら、あ、ようこそ、こんにちは、こんにちは、はじめまして、はい、はじめまして。この題名に惹かれてちょっと、はい、あの聞かせていただいてたんですけれども、はい、あの私海外在住で、はい、何かできないかなってずっと思っていて、うんうん、まあ、ありがたいことにあのちっちゃいお店を経営することができたので、うんうん、何かボランティアみたいなことをしたいんだけれど、さっき関さんおっしゃったように、うん、やっぱりこう大きな団体に渡しちゃうと、うん、なんかこう幹部の給料になったりとかするって話を聞いていて、うんうん、まあ、ちょっとそれもどうかなと思っていたところだったんですね。そうなんですよ。同時に、無償のボランティアっていうのもどんなものかなっていう感じでちょっと考えさせられる、うん、事項があったりとかしたので、うん、もうその関さんおっしゃったみたいな有料のね、ボランティア、それで、はい、体力とか時間とかを、ね、うん、子どもたちに提供してくださる方がいるんだったら、うんうん、何かしたい、そこにしたいなと思うんですけど、うんうん、どこに少額でもいいんですかね。私もちろんです。そうですね。じゃあ途中から入った方にも、はい、関正也さんの写真をタップしていただいて、はい、はい、関さんの一番下のツイッターから見に行きました、はい、なんかちょっと怖そうなおじさんだな。やっぱり覚えてるよ。今ね、今拍手してる人いっぱいいますよ。いますね。なぜか僕のこと怖いキャラ。はい、そちらからレディゴーというサイトに行けますので。レディゴーですか。ちょっと待ってください。はい、はい、私本当に機械ダメなんですよね、はい、で一口500円からいけるということで、はい、ツイッターのトップに貼ってあります。はい、しずこさん少しこのままお待ちいただいていいですかね。 FM の方が一度終わりますので、はい、最後関さんから一言いただいて、はい、ちょっと待っててください、このまま、はい、はい、ではですね、はい、FM の方が終わりますので、最後ですね、関さんの方から今回の子ども食堂の、締めに当たって何か最後一言、はい、10秒でお願いします。はい、僕は実は優しく子供をですね人格教育したいなと思ってるだけなんです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんでね、わずかな支援でも一緒に子ども食堂を作りましょうということで、はい、活躍されています。一緒にねやっていけたらなと思います。はい、では今日はヒーローズインタビューということで関正也さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。バチ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 。はい、YouTube の方ですね。YouTube の方じゃ。